私たちは彼の才能を惜しむものであります、願わくば社会の皆様、ファンの皆様、そしてマスコミの皆様のご理解を得て、いつの日か私たち吉本興業に戻ってきてもらえるものだと信じております。この思いは私たち全社員、全タレント、全芸人の思いでもあります。どうか、ご理解をいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。そしてこの1年、どうかよろしくお願い申し上げます。